そうそう、なんかいろんな思いがあって、なんかもう泣けてきちゃう。聖地巡礼、岡部生まれの地。児童養護施設、親がいない子供たちとかが住む場所、ここにパン当てて帰ってくる。たまずっと帰ってくる。ひたすら練習者。僕が愛用してた。ああ、鉄棒ですね。女の子と一緒におるってこと。あ、ちょっとちょびちょびしてる。そうっすよ。こんにちは。こんにちは。ここくらはいいよね。夜帰ってこないかね。喫煙もいつからだっけ。ありがとうございます。はい、はい、お前からの気持ちだから。はい、みんなのこと、職員とか子供も含めて好きだった。あんないたんだ、お前今日は。来ました。来ました。はい、はい、はい、お疲れ様です。聖地巡礼、岡部生まれの地。あ、富士山からバーって、あ、富士山見えんな。むちゃくちゃ綺麗に映ったんですけど、はい、ちょうどここからね、ここの上からめっちゃ綺麗に見えました。ここが岡部、僕がここ生まれではないですけど育ちの場所で、うんうん、児童養護施設って言って、親がいない子供たちとかが住む場所、うんうん、でここでお前が何歳まででしょ。僕は18まで。18まででしょ。で10年ぐらいかかりました。10年、8歳から、はい、それはもう8歳で親の記憶があるの。一応なんとなく顔は覚えてないですけど。でばあちゃんに何か育てられたんでしょ。それは8歳まで。8歳までばあちゃん。ばあちゃんが死んだ。死んだっていうか、もうボケちゃってもう無理だね。そうだけど、ここで、ほんでお前その高校野球。そうです、ここで、まあ、中高、思春期を過ごさせてもらって。で、野球が結構すごいとこにいたんじゃない。まあ、どう思いました。一応、インターハイ優勝。インターハイ優勝だよ、レギュラー鉄だろ。レギュラーなんですよ。ベンチだよ。ガイアスタンド。ガイアスタンドだろ。何人目。まあ、僕がいた時は、子供が50人いかないぐらいで。おお、今はどうなってるかわかんないですけど、まあ、年々増えてるみたいですね。そういうことは。この長い階段あるんですけど、うん、これ108階段って言って人間の煩悩と同じ数の階段。マジ？これやばい。108段ある。10、11、12、13、14、15、16、16目で入り口。こっちが僕の通学路なんですよ。墓。お墓は移さん方がいいんじゃかな。僕の通学路です、うんうん、こっちから行きます。こっちは登って右左なんです、うん、こっちって言ったら、あ、そういうことここにパン当てて帰ってくれたらずっと帰ってくる。ひたすら練習者ずっとやってました。絶対できない、ね、家の中暇なんです。ゲームもないし、うん、でこの街灯がちょうどつくんですよ。だけど、あ、これがつくもんね。ここでずっとボール投げて、ずっとボール投げて、そういうの練習になる。なんかそうです。もう昔の先生とも、ちょっとまだ言ってないんで。待っておきます。こんにちは。こんにちは。どれぐらいで終わります。こんにちは。どんな子だったんですか。ぶっちゃけですね、やんちゃな子でしたね。まあ、今も考えのかな。あ、まあ、まあ、でも仕事は真面目にやってますよ。言い方悪いと、はい、言い方悪いけど、はい、外面はいいよね。そうです。外面はいいですよ。声はうまいんじゃないですか。なんか、ヘリクスが多いですよね。大事だよ。あの、テストの中で僕らも、はい、別にニコちゃんでいてほしくはないんですよ。はい、ちゃんと社会に出た時に、はい、ちゃんとマナー守って、はい、やる人間になってほしい。欲しいなって思いでやってるもんで、はいはい、外ぐらいって当時の職員はね、そうですよ、よく言われてたんだけど、はい、僕なんかは、はい、それはいいことじゃんっていう。ああ、なるほどなるほど。あいつは岡部もそっちそれはいいけど、ちゃんと気遣えるとか気遣うし、はい、中でなんかいろんなことやったって、はい、言えばいい家の中じゃないですか。はい、まあ、そこはまあ僕ら頑張ればいいので、はい、ちゃんと外でやってるならそこでいいんじゃないっていう。いうような。なるほど。じゃあ、ちなみに家の中で何どんな悪さしたんですか。結構ね、家の中でも上下関係厳しくやってたよね。厳しくやってましたね。下のマッチには。その僕が高校で、その上下関係厳しくて、うん、まあ、ぶっちゃけ言うと、その受けたものをそのままやってました。格好つけて。ストレスを発散したり。ストレスを発散したり。で、なんかないの、そのエピソード。僕はよくでも、どこまで言えるか。プロレス技の練習で。やってたね。初心者の子に茶の子が PTR から言いに来るみたいな。ああ、じゃあ泣きながら、まあ、オオカメにじめられたみたいな。とか典型的なのが、
部活で疲れて、ね、マッサージしろ。そう、あ、本当ですか。あ、で佐藤の一人は何ですか。外では割とね、礼儀正しいんですよね。ああ、まあそうですね、うん、だ、まあ、だいぶおるんで、もうどんな業務でしょうか。じゃ2年ぐらいして、ね、だいぶボール出てますよ。昨日もだいぶ一緒に東京別の仕事行って、はいはい、寝返りに行こうかって話で東京一緒に行ったんですけど、まあ、ちょいちょいボール出してましたね。ちょいちょいお前は我慢すぎんかっつって。しかも副業社長と、これ年上の先輩ですけど、一番寝坊して出てきましたね。変わんないね。変わんないね。で出てきたら一発目なんか言い訳してましたね。どうなんだよこれだねっつって。いや、一発目はすいませんだった。あ、覚えてないですけど。そう、寝坊は昔からだよね。今でもなんかな、仕事も。そうそう。ちっちゃい寝坊なんですよ。ちっちゃい寝坊、大きい寝坊ね。寝坊だもん。いや、他にはなんかないですか。これ、こいつ言われたくないなっていうこと。なんかないですか。面白い。家に帰ってこないとかね。当たり前だよね。いろいろ感じてるんですけど。門限もありますよね、もちろん。もちろん。何時が門限だったんですか。高校は当時10時とかだよな。そうそうそう。僕でも10時までに帰るとかです。はい。まあ、守んなよね。上司ではね。本当ですか。同じですね。じゃずっと友達の家で喋って、電話かかってきて、早く帰ってこい。先生が電話かけるでしょ。そうそう、早く帰ってこい。どこにいるのっつって。どの先生たちここ泊まるんですか。泊まりですね。まあ、交代で。はい、交代で。わあ、大変ですね。でも、いえいえ。はあ、そうそう。でも、実際はどこの高校生なんて、そんなもんじゃ、そんなもんじゃないですか。ああ、まあ、実家の風邪だよ。そうですね。そこはもうあんまり、もう絶対ダメみたいな、もうじゃあ追い出すぞとか、それはそれもないですね。感じではないですか。ただやっぱ職責として仕事なもんで、はい、お前さ、レフリロードはやりますけど。あ、まあ、いいですね。電話かかってきて、どこにいるんだっつって、鍵だけ開けといてくれっつって。そしたら勝手に入るから、そう。ちょっと一言声かけていけないですね。でも怒られてその時。他になんかないの、面白い話。喫煙もいつからだっけ。これはいいですね。過去だからいいんか。いや、まあいいんじゃないですか。喫煙は14か15。中学くらいよな。中1とかで、もうまあまあみんなが吸い出す頃にみんな吸って、ここでも吸ったんですか。ここでも吸ってたな。ベランダで吸ってました。で、バレて。ほんとね、もうグリーンになったよね、もう最後の。もう最後の子がね。もう言ったらよかったから。ああ、まあまあまあ、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、まあ、見たら怒らなかったんですもんね。火の始末だけはちゃんとしてくれって。これ動画になって大丈夫ですか。まだ他の子に強要とかはしないですよ。っていうの、その後輩とかにお前吸えよみたいな、そういうのはしなかったんですよ。それ普通でしょ、別に。もう昔だとありがちか。そうそうそう、僕されて吸ったんで、お前も吸えよみたいな、先輩にされて。でもそこ何人ぐらい生活しよう。当時は10人ぐらいだかな、ユニット。あ、男が。男だけで、うん、そんぐらいですね。あ、それ男と女が分かると思う。でも同じ女の子は上の階なんですよ。普段会わないんですか。そう、全く会わないこともないですけど、まあ、ご飯も別にしてたんですか。ですね、生活は変になんかそういう風になっちゃったんだし、はい、でもこの回、この回がなんかテレビあって、うん、そこでテレビ見るときは一緒交流室みたいな感じで、うん、そういう風にそういう男と女がそういう関係になったりしないの。もう年頃で、まあ、なってる人はいました。なってる人もいたね。あ、この子はなかったよね。なってた。いや、僕は結構向こうからはあったんですけど、まあ、よかったね。よかったら昨日よく私も言われた。でも、そのなっちゃいけないっていうのが一番にあるから、一応関係はダメだよって。そうですね、うん、やっぱまあ元々なんで、うん、まああったらどうするんですか。あってもまあってなるのかするのか、まあ、うん、まあ健全なお付き合いなら別にいいんですよ。でも一線越えちゃうと、まあどちらかが違う施設というか、島流しって言ってますよね。島流しだね。いや、あるんだ、やっぱ何回かあるんだ。そうあるんかな、はい、周りがめちゃくちゃ島流されてる。でそれはもう女の子の部屋に行ったりとか、はいはい、男の部屋におったとか。それだけじゃないですかね、いろんな。やり方があるんですよ、いろいろ。外二人で別々にの場所に行くっつって。行って、外やみたいな。はい、ああ、そうか。それ神社の裏とか。それはなんでバレるの。それはでもなんか明らかにそういうのが多いと。なんでこいつら同じ時間に毎回出かけてるの。調査が入るわけですか。いよいよわかりますよ。わかりますよ、いつら。大体2層付き合うとまだですからね。ちっちゃいのあいつらみたいな。しかも中学生とか高校生なんで余計バレるんですよ。ちょっとでもなんか鎌かけられたら、知らないみたいな。俺別に移動してるから。そうだけど、その、まあ、健全で2人で遊びに行くとか別に許しようですよね。全然いいです、全然いいです。まあ本当最後の最後一線を終えるまでは、まあ、その島流しにはならないんですよね。ってことはやっぱ分かるんですか。ありますね。あ、やっぱ男と女になってくるんですか。ありますね。ぶっちゃけあったの、お前は。
ありました。ありました。嘘つけないビールあるだよお前。絶対にありました。でもバレてないのほとんどそれ多分。バレてない人もいます。だから僕もこれもう本当終わった話だから言えるんですけど、うんうん、ここ出てってところに、うん、その上る階段と下る階段があるんですけど、うん、夜そのコテージ各コテージに、うん、セコムがかかって出れなくなるんですよ、うん、その時間出れなくなるちょっと前の時間を狙って、うん、そこの階段でチューとかしてました。チューは一応 OK ですか。ダメ、ね、アウト。バレたらダメですよ、ね、もう島流しですか。いや最初は指導ですね。あでその家の中で内線ってあるじゃないですか、うん、家の中で電話できる、うん、あれでちょっと今から行くわっつって外出るわっつって。あ一応向こう同士で喋れるんだ。一応できます。結構まあ緩いというか、ね、本当に家庭的ですね。そうですね。もう学校みたいななんかそういうんだから、もう絶対ルールがあったらもう追い出すぞ。それはないですね。もっと厳しいとこ行くぞ、それこそ鍵がかかるようなとこに行くぞとかじゃなくて、ね、もう本当家庭的に、まあ、親として育てるじゃないけど、まあ、おじさん おばさんみたいな感じで育てていくみたいな感じなんですか。僕も今接種やってて、僕の前任の接種も、はい、そんなの縛っちゃえば簡単だけど、はい、止まんねえぞと。キリがないぞと。いい人間になるかどうかはまた別ですもんね、大人になって。締めれば締めるほど、あふれてやる。はい。それこそ、大人の顔色がやって、なんかするような人間になっていくんで。ああ、まあそうですね。だったらある程度、ダメなことはダメだけど、はい、もう、緩い枠の中で、見ていこうっていう方針で、前園長からはやってるので。本当にもう親として、どうやって叱っていくかなって思うけど、はい、それを無視して、こいつはめちゃくちゃやって、って。あ、俺、覚えてるわ。多分、前の園長、さんだけど、うん、俺高速道路歩いて警察捕まった。そうそうそう。なんでなんで何歳の時何歳の時。多分17歳とかさ。なんでする。高校のバスのバス遠征で行ってて、うん、で高速道路の富士川かどっかで降りて、うん、もう俺家近いんで俺降りますわっつって、うん、このまま現直で帰りますよっつって、うん、降りて迎えに来てくれっつって、うん、でここに電話したら誰も行けないってなって。うんじゃあ、いや、とぼとぼ歩いてるから迎えに来てるんですよ。高速沿いずっと歩いてるんで高速で降りたの。高速のパーキングで降りて高速の中を歩いてた。そう、パーキングで降りたのだって。あ、高速、あ、高速で待っとくでいいわって言って。そうそうそう。高速その裏口から出ようと思って。あ、そういうことか。分かんなかったよな。分かんなかったっす。当時まだ地理的なところもどんだけ遠いかもよく分かってない。で高速は歩いちゃいけないってよく分かってなくて、ずっと何ブワーッ走るとこ歩いてた。歩いちゃうと選ぶねえじゃん。でなんか黄色いパとか道路なんとか高速道路を、うん、で保護されて迎えに来てくれて。俺いろいろやったっすけど、はい、それが一番恥ずかしかった。あったね。はあ、でもやっぱ大変っすかこういうのって。いや結構ね笑い話ですよ。へで逆に僕らは高速道路歩いちゃいけないっていうそういうことを教えてなかったね。優しすぎるわそれ。先生が割とね、はい、常識だって思うところを体験しない方が多いんだよね。そうですね、親としてだから、はい、あ会社とはやっぱ全然違うですね。僕もなんかこういうのが好きなんで結構社員と飲んだりとか、はいはいはい、まあ、家族的じゃないですけど、はい、バーローとか怒鳴り散らしながら、まあ YouTube でやってるのも完全セクハラじゃんっていうぐらい、まあ俺は俺の距離があるでいいじゃんって思ってやってるんですけど、やっぱそうですね。で僕らってやっぱ どこにでもお金の付き合いなんで、やっぱもう、やっぱダメだともう明日来ねえわじゃないけど、なっちゃうじゃないですか。だけどやっぱこういうのって本当に育ててからなんですよ。うん、社会に出て、立派じゃないけど、はい、ちゃんと強くするようになって、まあまあ18歳で送り出してあげなきゃあかんから。なるほど。でも俺、まあ、僕はしっかりしようと思うんで、あ、まあ、ちょっとせこいところもありますよ。なんか、まあ、いっぱい悪いところもいっぱいありますけど、あれだから会社はきちっと仕事も来るし、まあ、全然本当に今の若い、まあ、今の若い子って言葉よくないですけど、僕らの時代も同じだったんで、まあ、職人って案外、まあ、やっぱ中卒の子とかが働くんでそういう子が働いてがちに見られますけど、案外勤まんないですよ。あ、やっぱ10人に1人勤まんないですよね。大体基本的にはもうやっぱ偉いで働けないとか、はいはいはい、しょっちゅう休むとかお金がルーズだとか、うん、逆にそういう規制がないからこそ続かない子って多いですけど、その中でやっぱり一生懸命、うん、やっとるのかなと思うんですけど。で僕のやっぱ卒園生同士ってこの縁をここ出た人、うん、やっぱ周り繋がってはいるんですよ、うん、その直接的な繋がりなくても誰か自体にあいつこうしてるとか、うんうん、ちょっと、うん、うんって子も多いですね。あ、子も多いんだ。います。あ、そうなんだね。こうやって立派に育てとるもんね。こういう風に育てとるんじゃないの。逆ありがとうございます。
なんかお前だけが立派で見ちゃう。いや僕だけじゃないですよ。って感じだけど。全然僕以外にも。人から見たらお前もあるじゃない。だけどなんかいいとこがあればいいんじゃないっていう感じだよ。多分この建設業だからなんか続くっていうのもあるじゃん。ありますね。工場とか、あそうです、普通の営業とかだったら。ちょっとしんどいなって思う。どういな。まあマグロすぐやめたもんな。はい、ですか。マグロの会社。マグロ？あマグロ工場。あのマグロをその最初に入った高校卒業して、うん、入った会社がなんか最初は船の管理って言われてて、うん、もうまあ楽そうだなと思って。そのマグロがこう冷凍のマグロ100キロとか200キロのマグロ。こうカモみたいなやつで、ぶん投げでちょっと取ってやるみたいな。永遠倉庫に運ぶんでしょ。でもあれやめたのはそのソフトボールがきつすぎて。ああ、そっか。ソフトボールチームに入ったのか。そうです。そのソフトボールの縛りがすごすぎて。プロじゃないけど社会人ソフト実業団入って、うん、でやめたんですよ。でソフト辞めるんだったらそこに住んでるてかそこら辺地域に住んでる意味もないんで。別に地元じゃなかったし、うんうん、あでもそれができるの。ソフトだけやめてその会社に勤めるってことはできないでしょ。あんまり良くはないです。そのやっぱ当たりが強くなる、まあ、そりゃそうだよな、はい、まあ、ソフトで入ってるしなあそういうことですよね、はい、本当にもう、まあ、仕事半分でいいよみたいな感じで入ってるわけですよね、実業なんて。思った以上にガチガチだったんでしょ。そう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 だな、プロでやっていくってことですよね。で高校でやっぱやりきった感があったから、あどたしなでもすごいですよね。すごいですよ。そのチームでレギュラーでやったってことはやっぱそれなんか根性があるっていうか、うん、DH でもないでも施設じゃなかったらできない。その施設で、うん、その小学生の頃に入って、うん、僕前の生活ではもうゲームやってカードやってとか、うん、そういうのが当たり前だったんですけど、うん、ここはもうその当時今はどうか分かんないけどその時ゲームも禁止、カードも禁止とか、うん、娯楽がなかったんですよ、うん、だからもうすぐここから見えるんですけどそこのグランド、うん、グランド走り回るしかなくてやるから夜からあじゃあ門限みたいなのないですか。あだから10時11時か、ね、結構遅いですね。高校生はやっぱアルバイトを推奨してるんですよ。ああそういうことか。何でも早く社会体験してほしいもんで、そうなるとやっぱ10時ぐらいまでいいようにして。中学生とかはもう全然もう6時とか7時とか。ああまあそうですよね。そう、すごいね。でもまあこうやって僕もこうやって施設でやってやっぱ面接した時はこうやって大丈夫かなって思うじゃないですか、ぶっちゃけ。でもう働いたらもう続くし、まあ、基本やっぱり辞めるのが基本みたいな業界なんで、職人なんか特に、まあ、一番特にきついその飛び職っていうのが一番きついんで、足場君は、どうせ辞めるだろうなみたいな雰囲気出してましたけど、あんまりまんまっとるよな。そうですね、まだまだですけど、これからですか。まあ転々としとるんで、なんかいろいろな過去はあって、まあ、言えることで言えることがあって、いろんなことがあるんだろうなとは思いますけど、まあまあ、すごいなぁとは思いますけどね。逆にだから、今静岡離れてるでしょ、うん、よかったんじゃない。残ってたら、その周りが静岡に残ってるんで、多分いつまでもずっと同じことをして。多分、腐れんもあるしさ。ああ、そういうのもあるかもしれないですね。一緒にやっちゃくれやったやつらが。まともに仕事してないと、まあ、一緒に朝まで遊ぼうぜ、まあ、基本流されてますからね。なんで、名古屋行ったって聞いた時は、今度出てきたなって、知らん年に一人で行って、こいつもいっぱしになってきたなっていうのはすごく思ってましたね。やっぱちょこちょこ帰ってきてるんですか。去年来たな、去年この時期に。年末か。年末の、その、本当年明け前か。やっぱ1年に1回ぐらい帰ってくるな。まあ、2、3年に1回は。でもそれいいことだよな。やっぱ年々やっぱ帰ってくるんですか。そうですね。ただコロナになっちゃったまでこう数年、はい、だいぶこう集まる機会がなくなっちゃって、あ、まあ、変にそういうのもあんまり推奨できないみたいになっちゃいますよね。はい、ではね、夏になると盆踊りとかやって、はい、あんなの出して、はい、みんなこう来てくれたんですけど、盆踊り自体も今やってないんですよね。あ、そうですか。あ、じゃあ一応もうみんな卒業生の一応なんていうんですか、どこに住んでるかっていうのは、なんとなくは、一応ここで保存されておるというか、はい、一応管理しておるんですね。こうやって、一人こういう卒園生が来ると、はい、あいつどうしてるなんつって、あー、そっからまた、やってんだみたいな。あー、なるほど。あいつ行ったから、じゃあ俺も行こうかな、みたいな。そういうのもあるんで。はい。まあ別にそいつに会いたいとかじゃないけど、やっぱ久々に。あ、じゃあ連絡取ってみようかな、つって。とかもそうだけど、でも職員の顔ぶれが変わると、そうなんだよな。あんまり来てもな。うん、育ての親みたいなもんでしょ、直接指導受けた。まあ今一応いるみたいですけど。無駄まあちょっと時間かかりそうですか。でもその人も言うても中学生。俺と一緒に来たもんな、ここに。ああ、そういうことですか。そういうことなんですか、担当みたいになるの。一人一応担当っていう形であって、
じゃあなんか面談とかあったらじゃあその人と喋って、あ、その人がまあ本当の親、親じゃないけど、そうそうそう、一番責任を負う人じゃないけど、お前やめたほうかって思ってくれるのは、その人が、お前なんか何百回も怒られてるでしょ。いやその前の人の方がひどかったんですよ。中学生だったんで。ああ、そうか、その前の人は厳しかったもんな。厳しかったです。ああ、そういうことでした。ああ、で余計反発するし。どっちかというと、本当、僕らなんかの逆で、はい、ガチガチにこう、枠を組んでいくような。ああ、もう絶対絶対絶対、これもうじゃあ一個超えたらもう叱る。ね、どんどんまあ闇に貸していきますよね。まだ怖えだよな、あの人が。そうそう、あ、そう。で、それで高校生になって、うん、それ、歳になって、うん、めっちゃ楽やん。何しても怒られない。お前基本的に怒んないね。最初はだからハメ外してるねきっと。もうもうそんなにですか。やっぱ結構ね、その同じその学年っていうかその中でも結構。そうですね。枠外キャラだったんですか。一番年上だったよ、あの時。あ、そうです。僕が高校生になると下しかいなかった。男の子で一番上だったんで。ああ、そうかそうか。天下ですよ。ああ、そうかそうか。特にそうか。岡部様様でみたいな。みんな。で、ちょっとやっちゃくれ風の子が多い。またタバコ吸ってるとかそういうのもおるかな、みんな。おマッサージしろ。ジュース持ってこい。でもまあまあ、まあそんぐらいのことですけど。でも、多分でもね、下のこっちも、はい、中学生ぐらいで疲れてたもんな。まあそうです、ね、うん、全然、うん、まあ、面倒見がいいっていうか、まあ、優しいですからね、根本がそういう本当に変に、まあ、僕らも業界もおるんですけど、人のものすごく建設業があって、そういうの結構 おるじゃないですか、はいはい、まあ、建設業だからってわけじゃないと思うんですけど、うん、ね、まあそういう中ではそういう、まあ、ちっちゃい嘘はまあ結構うーんそうなんて感じの時はあるんですけど、その悪意のある嘘っていうのはなんか少ないのかな、なんだろう、だから勝手に借りパクしてね、そこで そこでも、うん、あの、お前は返せよって言ったら返せるんですよね。ああ、そういうことですね。変にするためにやってる。そうそうそう。ああ、忘れようとごめんみたいな。うん、単純に俺のものは俺のもの、お前のものはお前のもので。ああ、ごめんごめんみたいな。ああ、なるほどなるほど。そういうタイプ。服なんか靴とかあったよな、歩く。でも多分、俺の靴が近くになくて、めんどくさくて履いてくるんでしょ。履いてちゃって、ああ、ごめんごめん。そうだ。クロックスとかは、うん、俺が持ってなくて、うん、下のこっちが持ってるんですよ、うん、でちょっとコンビニ行くとかだったらクロックスがいいじゃないですか、うん、もう借りていくわっつって、うん、そのままずっと持ってるんですよ。自分のけたこの辺でします。どんなんだろう、あっちでやってましたよ、ね、確かに。そう、それあったわ。何年もたった、僕が8歳か9歳10年ぐらいか、10年ぐらいですね。あ、大きいっすよね。でもでその当時は意味が分かってなくて、あんまりその親元を離れて、うん、じゃあ親とその間に挟んでその人と施設でやり取りする、うん、まあ、本当の親とは一回挟んでやり取りするんです、うん、あ、でもやり取りはできとったんだ。もう全然消えたわけじゃないんだ。僕はもう中学入る前ぐらいにはもうやり取りしてなかったですね、うん、あ、もう親と。そうです。あ、でも親に手紙書いたりとか、それも親でやり取りをしとったことだ。多分一発目に、うん、僕が小学校6年生ぐらいに手紙が来て、うん、なんか引き取りたいだか会いたいだか、お父ちゃん、お母ちゃん、お父ちゃんですね、うん、でそれを僕がいやいやいらんわっつって、うん、なんで、まあ、それお父ちゃんのこと覚えとんの、まだ覚えてます、うん、覚えてるけど、やっぱ子供ながらに多分嫌な記憶があったんです、うん、多分僕当時が転校、やっぱ転校になるんで、うん、ここ富士市なんですけど、伊東市だったんですよ、もともと。あ、なるほどね、もう学校も変わらなかったし、まあ、今友達もおるし、そうです。でお父さんに、お父さんのせいで引っ越しになったっていう、うん、僕の中でその当時は引っ越しっていうのが一番罰だったん でこいつのせいでこうなったっていうのがあったので、多分拒否したんですよ。ああ、そういうことな。そっから学校的にも本人が拒否したら全然いいよみたいな感じなんですか。いやー、基本的に入ってくる子っていうのは、はい、措置っていうんですけど、はい、半分行政命令みたいな形なんですよ。ああ、そうかそうか、そこが、まあ、はい、引き取る人なんていうか、まあ親が引き取るから持っていくぞっていうのは、まあ、そこが決定行政が決めるんで、で変な話、まあ伊東の方の施設で、はい、空いてればもしかしたらそっちからだったかもしれないし、あ、なるほど、まあ、その時々のこういった施設、県内に従事があるんですけど、はい、そこの空き状況とかにもどうしてもよるので、あ、そうかそうか、もちろんね、あの親元別れる時なんか本人の意思を確認するんだけれども、はい、やっぱり子供なので、まあ、どこまで行っても親がいいって子供もいるし、はい、そこは行政の方で、はい、いやいや、もうここはこうした方がいいよとか、あ、なるほど、なので、まあ岡部君もそうだけど、みんな入ってくる子供たちは、はい、納得感はないですよね。ああ、
そうか、うん、最初は工業マンなのが話されるみたいな、どうやって話されるのって、なんで伊藤から富士来なきゃいけないのって、あ、説明はしても、まあ、分からない、分からないですよね。あ、まあそうですよね、本当ただの大人の事情なので、そういうことですよね、うん、まあ、本当は大人の子を混ぜて離れるのは今確かにおるじゃないですか、はい、まあ、女でも、まあ、うん、ね、テレビニュースに向けてひどい親もいっぱいおるもんで、まっすぐ育ったのよ、まっすぐじゃないっすぐ曲がっとるけど、まあ曲がっとるなりに上手にうちにはまっとるだけですねどっちかっていうと曲がったなりにクッてなんかはまっとるやないか、まっすぐなりに人間なんか相当いないから、ね、あ、まあ確かに確かにあ、なるほど、いいこと言いますね、あ、別にまっすぐ育てるんじゃなくて、まあ本当にでも社会に強い人いるもんですよね、まあ、そういうことですよね。自分で食ってって、うん、まあ、モデル者になればいいのかなって。ああ、まあそうですよね。でも今とかもうないんじゃないですか。ないが。そういう悪い子は。今の子だから元気ないもん。あ、そうですか。もう飛行系の子はもういないですね。逆に？どうですか？なんでなんですか？わかんないですね。青森タイプが多いですね。今の子見てると。あ、それで悪いことするとかはないですか？うんとね。するはしますよ。万引きしたり、うんうん、そういうのはあるですけど。うん、さっき言ったみたいに元気にじゃあやることねえからグラムで遊ぼうっていう感じではないかな。ずっとテレビ見てるとか、高校生やつもずっともう部屋こもってスマホやってるとか、スマホやってるとか、僕らの時代は特に何もなかったんで外で遊ぶしかない、ね、なんか誰か捕まえて、ね、いじめるとかそういうこといじめるとか、まあ遊んでるしかないみたいな、外で誰かといないと、今なんかスマホ電話とかもできますからね、僕らなかったから、まあ、公園とかにタバコをするとか、まあ、そんな時代でしたけど、まあ、確かに今公園とかでおる子いないですもんね。ないですね。まあそうか。まあ来てよかったな。聖地巡礼で行こうかなって言って。謝罪あんねんじゃないの？ないよ、お前が。今までお世話になりましたとか。まだまだだと思います。まだ。ちょっともうちょっとリポートになってから。やっぱ一人前になって、まあ、それこそ会社を起こして、社長になって、ちょっとカッコつけるようになって。カッコつけるようになってから、もうちゃんと、こっちには。たくさん寄付待ってる寄付そういうのも受け付けてるんですか、なるほど、はい、今うちこの YouTube 見てなんか応援してあげたいとか見て、でも施設名前はまだ出さないですよね、そうですね、まあ、もし何かあれば、はい、直接問い合わせてくれたら、まあ、ちょっと話し合いしてみようと思いますね、はい、まあ、ちょっと車の中でちょっと待ってるか、じゃあ先生を、どんぐらいか分かんないですよ、でも結構もう話すわ、何時、うん、10時前だね、うん、課長に聞いてみるか、忙しいよ、すいません、いい、いい、こういうところに来る人だなって感じやから、はい、なんだよな、絶対任されるべき人だよな、だよな、間違いない任されるべき人、はい、こういうところ、そうだよな、本当にな、黒い部分がないっていうかな、お釈迦様みたいな、そうだよな、施し精神がない、人にしてあげる精神がないと、そうですね、まあ、こっち説明してます。説明。面白い。本当は、うん、その僕がいた当時はこういうテレビがあったんです、うん。テレビがあってこの椅子がこっち向きだったんですね。うん、こういう風に。なるほどな。でこっちからの視覚を作りたいわけですよ。こう座って、うん、こんな感じなんですね。うん、でこっち下が。何ですか、どういうこと、女の子と一緒におるってこと、あ、ね、ちょっとちょびちょびしてる、そうっすか、これがちょうどバレないですよ、はい、手の動きとか、ああ、ああ、ってことはここでまんべんやらかしちゃったこと、まあ、本当の犯行現場はここなんですよそうです、まあ、映せる、あんまり映せない、映せない、これ4階建ての建物ですけど、うん、4階はお化けが出るって言われてますから、ね、今でもあるんですかとか、出るんですか、出るんですか、俺見たことないですで、あの墓地がすぐ隣で、ああ、この3階の一番端はもうお化けがいるみたいな絶対でも子供って言いがちだよなみたいなっていう噂が当時あって、まあ、怖かったのを覚えてます4階になんか本当にたまに行くんですよその何か取りに行くとかそこ人が住居スペースじゃない、あ、住居スペースじゃないですだから怖くてたまにな、ありがとうございます、いい、ちょっと待ってますね、まあ、その全然無理しなくて全然大丈夫です、わかりました、プールまであった、はい、あんまり使わないですよ、こんだけ運営も大変だな、これも僕が愛用してた鉄棒ステ、まあまあ低くなってない、
高すぎるちょっと誰もできんだろ本当にミスだろ設計ミスだろこれ本当にここの施設40人いたっすけど、うん、僕ともう一人しかできないだからこれはいらないっていう意見がすごかったっすおお、お前がやばいできないこの施設いいね普通にできなくなってるっすね絶対無理だいける？僕多分余裕っすまあ本当だないや、ほんまに余裕っすえ、あれはい、坂下り連携だろこっからっすよどういうことこっからもう一回回るんすよいや、そっちの方が簡単だろいや、難しいっすうわっ俺絶対無理だもんお前楽勝だなできるでしょできそういないもんもう怪我するんだあ、ちょっと待ってめっちゃ手滑るわ嘘つくなお前ゴリラみたいだったよちょっと待ってめっちゃ手滑るぞドンキーコングみたいなめっちゃ手滑る鉄なんか滑るもんだろえしかもいや鉄棒は滑るもんすよ、いや滑らんと回れんのよ滑らんと100キロ握られへんいやまあいいや怪我するみたいなお前マジであっ先生おはよう先生おはようおはようございます先生ですよ あ、ちょっといいカメラこっちからの方がいいなあ、まあ、みんな知ってるみんなここは知ってる覚えてるお姉さんそうだよでもやっぱそうだよちっちゃくなったのちっちゃくないそうだったのそうだよ、大きくなったの一番前で好きやね多分俺入ったところもっとサマーパーティーやりましたサマーパーティーサマーパーティーって恥ずかしいんじゃないかわかんないけど多分その当時いたその職員の中で若いし若いよどう接していいかわかんないですおいくつですか今、まあ、まあ年齢言えないでも僕と変わんないじゃないですか僕45ですけどもうちょっと下ぐらいってことはまあ10年20万円だったら30ちょいとかでそうですねまあまあちょっと綺麗なお姉さんみたいな感じでちょっと接し方が分かるんでなんでなんか恥ずかしい初恋の人になったみたいな感じもうあの時にはババアとかってまあまあ多分その思春期だと3年間ぐらいやりますやっぱ好きな子にちょっかいかけたくなるんだけど喋りかけちゃうババアだねそういうかまってほしいからこれはさっきの先生ですかこれがねあ、さっき言った、これ担当の先生ですか。そうですね。でも最後の1年間で、ね、高3の時です。そうだ。高2まで誰？高2知らない。出してみた。お先生は学科ですか。お先生。あ、僕のソフトボールの先生です。ああ、そうなんですか。野球とソフトボール一緒に。あ、教えとったんですか。教えたというか、一緒にあの法人の野球チーム一緒に行ったりとか。ああ、そうです。あ、違う。これも施設で。その大人たちがやってる中に、うん、僕も中学生、高校生とかに連れてってもらって2回がてもらったんだそうっすなんかちょっと面白いエピソード2個ずつなんかないですか2回やりすぎるっすね面白いいろいろ最後の最後まで迷惑をかけてきた迷惑をかけてきたんだよね最後の最後までお前こんなものしてくるか控えめで一番でかいのソフトのやつえソフトね一番ソフトのやついやダメダメ、一番ドキドキやつとりあえずソフトのやつだととりあえず高熱費返してっていう高熱費なんですか、なんですか、ね、一番最初の高熱費一番最初の、まあ、港関係の仕事に最初疲れた時に、はい、あさっき言ってたところですね、ですねソフトボールの実業団でそれをまあ3ヶ月ぐらいで、はいまあ、やれたんですけども、はいまあ、その時に住んでた、はいまあ、アパートの、はい、引き払ったんですけど、はい、その高熱費の請求が、はい、うちの方に来たんですよね全然払わずにずっとやずっとでこれでかい顔して感じてますか毎回船長と言うたびにそこまで高熱費にそこ書いてそれが一番ソフトなのしかもまあまあまあそうですいやまあまあまあちょっと面白い、まあ、もっときついやつありますよねきついやつですか何がありますか、ね、どんなやつだったんですかちなみにいやでももうチャラ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 してるんですけど、はい、でもまあ根は真面目だもんで、はい、あれがその他人行儀のところはしっかりしてる、うん挨拶とか、ああそういうことですね。なんかそういうところはしっかりしてるんです。外面がいいってやつですね。あ、そうですそうです。噂の外面がいいってやつですね。みんなそれしか言わないし。普段の生活だとなんかパンチで風呂から出てきて、はい、なんか汚い毛遣いかきながら、お前風呂服
着ろっつってんだよ、はい、なんかいいじゃないですかとか言いながら、ちょっと質問していいですか、はいはい、ケツかきながら来たんですか、あ、ケツかきながら、ケツの穴見ろとか言ってこないですか、あ、それはさすがになかった、あ、恥ずかしかった当時は恥ずかしかった今はもう全然いいんだよそれとも野球はどうだったんですか、いや、もう真面目に、だそこは高校のね、あ、まあ、インターハイ優勝まで行ってるのすごいですよね、はい、あ、やっぱそこはもうど真剣にやったんですか、真剣に、僕も何回か見に行ったことあります、はい、試合、高校の時に、はい、最後は見てくれたな、そこだけ下げる話ないですか、下げる話、いや、多分ん、さんはないと、あ、本当こっちだよね、一番あるのあ、マジですか、ね、そうなんですか、って言われて、なんですかね、でもやっぱりこう、憎めないんですよ、最終的にはこう、あの、小学校の、はい、6年生の時の担任先生もおっしゃってたんですけど、はいはい、やっぱりこう、なんだろう、みんなにこう可愛がられるというか、やっぱりこう、私もいくらクソババとか、いろいろなこと言われてるんですけど、でもやっぱりこう、今謝ろう、岩坊、お前。そう、思ったんです、言われたけれども、でもやっぱりこう、すごいまっすぐなところだとか、こう、憎めないところもあるし、本当、高校生の時にも、あのソフトボール部、朝早くから、学校行ってね、はい、ずっと、まあ、はい、あの、そう、ずっとこう、休み、はい、そこ真面目にやってたんですか、そうそうすごい、あのお弁当箱何個もなくしたりとか、大丈夫大丈夫、お弁当箱をこう見つけたらあれちょっと匂いがとかちょっと食べちゃった、あ、もうずっとほったらかしとか、そう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 、先生たちが弁当箱作るんですか、自分で、あ、ね、あの下の、ね、下で朝早く、そうだよね、多分置いといてくれた方がいいです、うんうんうん、先生が作ってくれるんですか、スタッフが1000人になって、朝だから5時半とかに出勤してみて、こいつのために朝練っていうか、この子だけじゃなかったんで、あ、やっぱりそうか、ってもう、すごい大変な仕事ですね、うんうん、でも俺はもうでかいタッパーに米と肉団子が入ってくれる、その高校生ながらにちょっと申し訳ない気持ちがあって、嘘つくだろお前、そんな気持ちあったんかお前ありましたよかったっすよそれはなんかお前マジマジとか言ったなんか YouTube 向けの会話しますよね、米がいっぱいあれば嬉しかったからただそんだけだろお前、いやいやですよYouTube 向けの会話するんだよお前本当多分高校の時の、はい、試合を見に行ったんです、はい、先生たちが行くんですね、その時にやっぱり他の保護者の方にもすごい可愛がられてて、はい、でやっぱりこう流儀だったりだとか、はい、なんだろう、その保護者の方に可愛がられるってことはやっぱりこう、はい、あ、社会性があるというか、社会性というか、あ、外でこういう風にしっかりとね、はい、できてるってことってすごく大事だなって、はい、すごい本当保護者の方、はい、あのチームメイトだった先生にすごい可愛がられてて、はい、なんでしょう、そういったこう、あ、でもそうですね、うちの会社でもそうですね、いいポジションにいますもんねなんか先輩とかまあ結構おるんですけど、うん、なんか うまいことやってますね先輩たちとかにもすごい可愛がられてて、はい、そういった姿を見たら、まあ、熱室ではババアとかって言われて、はい、こういろいろね、お尻ポリポリくんで食べてきたりだとか、はい、もうちょっとって思うことはありましたけど、はい、でもこういった外でできてるってことが、なんだろう、彼のすごいいいとこだったりだとか、まあ、頑張ってるんだなと思ったら、はい、もういろんな気持ちが変わります、もうこれでもいいところが全部カットになっちゃいますよね、よくあれよね、多分そうですって、最後にちょっとも練習してた、うんうん、あそこに打ち込んでたよね、あ、そうそう、あの森に吹っ飛ばすのにハマってて、ボールをあのボールをやっぱ飛ばしたいんで、うん、ここじゃ狭すぎるんで、うん、向こうだったら誰もいねえし、うん、いいやずっとあっち打ってます、でそれボール取りに行くの、行かないですなくなっちゃうボール新しいの打つだけどなくなっちゃうでしょ、はい、練習できなくなっちゃうんですけど、そしたらまたなんかどっかからまた見つけてで、もうあまりにもなくなったら、ないから買ってっつってボールないからマジですか、であまりにもなくなったら、うん、お前おかしいなってある後輩の一人がいるんですけど、うん、探してこい見つけるまで帰ってくる、まあまあじゃあまあまあそう変なじゃお金でなんか他のものをお金で済んだとか、それ汚い人間ではなかったってことですね、まあそうですね、やんちゃくだったけど、はいはい、まっすぐに来てくれたなって、まっすぐ育ってくれたなっていう感じなんですね。まあそうですね。まあ毎日バス代くれって言いながら、お金がまあまああるじゃないですか。天気ないとか、で、バス代くれよ。そう、毎日バス代くれって言いながら、多分バス乗らずにタバコを買ってんだろうな
あ、マジですか。あ、もうそれはもう黙って。あ、まあ、間違いは。そういうのよくあります。昼代くれとかね。あ、そうですね。はい、確かですか。お昼代くれとか。ああ。遠征行くから。昼代くれって。絶対タバコじゃん。ずるがしこかったんです。ずるがしこかったんですね。でも学生の頃、タバコ買うのも大変だし、お金も大変だし。なんとかしてでも手に入れたかったです。もうバレてないと思ってた。バレてないバレてないと思ってた。浅はかそういうことですね、そういうことですね。めっちゃくれるやんで、まあ職員室ではあいつ絶対タバコだろあいつ、いや、あいつ遠征今日ないよとかあいつ昨日そんなはずないよとか言ってあいつ昨日バス代持ってたぞとかもうそりゃそうですよね、情報があいつも上がる、絶対タバコ買ってたんなみたいな。じゃあ、ありがとうございますって、はい、最後に言えよ、はい、お前からの気持ちなんかないの、最後ちょっとそれなんか、ちょっと締めで聞きたいな。恥ずかしいな、なんか恥ずかしいなちょっと並んでほしいですね、こう、横から撮って、なんか多いか、なんか当時は、まあ、それぞれやっぱ付き合いの長さとか、はい、関わる場面とかがちょっと違ったんですけど、まあ、一人一人ちゃんと思い出があるんで、僕勝手ながらちょっと楽しくやらせてもらって、みんなのことを職員とか子供も含めて好きだったので、まあ、ここ出る時も寂しかったです。もう久しぶりに来て顔見れたらちょっと嬉しいです。うまく言えないですね。まあ YouTube 向けに言ってるだけじゃないから。いや違う違う。YouTube だとペラペラ喋るんですけど、喋れないですよ今は。喋れた。まあとりあえずありがとうございました。ありがとうございます。本当になんかどこまで出ていただいて皆さん。まあなんか本当の仕事は本当頑張ってますんで。お世話になります。今日は高校卒業した時にも、よくあんた卒業ですけど、本当にすごい泣けてきて。またすごい上手いんですよ、彼なんかババアとかってすごい言ってるけど、でも。なんだっけな、白い束のタグが入ったズボンのポッケが破れちゃって、はい、で多分他の職員にあちょっと危なそうだな、はい、頼めなさそうだなと思うとすすって私が、持ってもらえないとかなんか言って調子のことばっか言ってくるんですよでももう憎めないからもうしょうがないなと思って、はい、で部活だっていろいろ頑張ってるし、はい、と思ってこうやって言って。手あげたりだとか、なんかいろんな思いがあって、なんかもう泣けてきちゃう。ちょっとどうしてるかなと思ったんで、本当ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当頑張ってますんで、まあね、出世して。なんか俺も締めづらいけど、ありがとうございます。ありがとうございました。また YouTube 見てください。ちょこちょこ見てます。で、それ遅いというか、8時9時。一番きついお姉ちゃんお姉ちゃんもうやだそんな朝早くすいませんすいませんこき使って大丈夫大丈夫まだ寝坊してるんだからはいはいそうそうありがとうございますお疲れ様でした一番無事だな自信はいちょっと木がかぶっちゃうはい。こ一応その市のあれではどうも1号目だ。もう1号目だ。うん、富士山1号目で岡部が育ちましたよ。うん、先生にも会ってこのこの夜景これ結構綺麗なんちゃうね。夜、うん、はいもうちょっと上まで行くって。ずっと夜景見えるんだ。こういうところで18まで岡部君が。泣きながらいや泣いてないですよ泣くなもうお前カメラのとこ以外で泣いて泣いてあんな泣いたんだお前今日来ました来ましたって感じ僕ちょっともらい泣きやってもったんですけどもらい泣きじゃん、はい、先生も泣いとったな今日は、はい、いい先生じゃんみんなあの泣いてくれた先生が一番付き合いながらあ本当女の先生僕は本当小学生あ見とんだお前をすごいなクソボーたちは小学校の時から言ってたんだ昔から恥ずかしくなったんだそうですいいなこの夜景もはい、はい、視聴者皆さん、うん、今日は岡部の聖地巡礼聖地巡礼、はい、聖地巡礼聖地巡礼
になるから ルーツをたどりました。ルーツをたどりました。まあでも本当にいい動画だったよな。はい、最初悪ふざけで俺もちょっとあれ。これは前編後編です。いや前編後編なくていいよ別に。いやいやいい。でもすぐ分けたがるなって俺そんな。これバチッともう40分でも50分でもいい。あほんまっすか。はい、うん、はい、今日一日静岡体験して、まあね、岡部がどう育ちましたというのを見えましたので、ぜひまた岡部を応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこの後宣伝であれですけど、足丸資材買い取りとゴルフ3月19日にゴルフコンペ鈴鹿の方でやる予定です。参加できる人はぜひ参加してください。よろしくお願いします。せーの、本当見てね。ちょっと泣きそうだよな。でもな、はい、僕は本当にもらえなきゃって思ったんですよ。 あの先生が泣いた時に泣きそうだったの。ちょっと泣きそうでした。よかったな。声にならなかったな。はい、声にならなかったな。声にならなかった。でもなんとなくもう、うん、泣くなっていうのは分かってました。だってあの人、俺小学生、中学生、高校生、卒業式全部泣いてるっす。本当。これ次回は今度あの先生に作文を持っていこうぜ、うん、400文字原稿3枚、うん、目の前作文待っててねーって。やーべー。